柴田市役所は日本の地方公共団体である柴田市の執行機関としての事務を行う施設である。現在の本庁舎は2017年1月にオープンした JR 柴田駅から西へ1トル以上に渡って続く片持ちアーケード商店街に面しており、東西南北の交通軸が交わる町の中心に立地している。 半屋内の構造で側壁の開閉が可能な、札の知事広場を備えているほか、テラスや展望ラウンジ、飯豊ラウンジを備えており、観光客には街歩きの起点、買い物客には休憩所、高校生には自習場所、子育て世代には情報交換の場となることを想定している。市議会の議場はコンサートや展覧会も催せる多目的ホールとなっている。また、 館内には、FM、柴田のサテライトスタジオが設けられている。2013年策定の、柴田市中心市街地活性化基本計画において、町の顔として位置づけられ、整備が進められた3施設の一つであり、他の2施設である、柴田駅前複合施設、イクネス、柴田、防災公園、アイネス柴田も、同じく2016年度にオープンしている。第60回、 bcs 賞を受賞した。よりは、市民が立ち寄る、市民と行政の意図をより合わせた太い綱という意味を表しており、ネスは、柴田の方言である。札の辻広場は、広場が面する交差点がかつて、柴田藩が、法令などを掲げ住民を集めた札の辻であった、ことに由来する。仙台の、本庁舎仙台の、本庁舎は老朽化や共和化。 耐震性などの課題を抱えていたことから新庁舎の建設が計画され、2010年11月に、柴田市新庁舎建設基本構想がまとめられた。旧本庁舎は、柴田城三の丸後の行政施設、公共施設が集中するエリアに設けられており、当初は新庁舎も同じ位置に建設される方針が取られていたが、その後複数の場所を比較検討した結果、 地域交流センター駐車場への移転が決定した。新庁舎への移転後、旧本庁舎は解体され、市役所第4駐車場となった。ありがとうございます。